コメント選手権開催。今回の動画の感想とお題の答えをコメントに書いてね。良いコメントは動画で採用させていただきます。今日のお題は、10年後自分がどうなっていたら最高ですか？たくさんのコメントお待ちしております。はい、皆さんこんにちは。はい、今日はですね、久しぶりにマインクラフトを始めていきたいなと思います。一度きりの人生2022スタートでございます。イエーイ。一度きりの人生はですね、ハードコアモードでやりますので、久しぶりのこの Java エディションでございますね。では早速新規ワールドで、こちらハードコアでございます。他はいじることができません。はい、ではワールド新規作成。いや、死んだら終わりですからね、くれぐれも注意してやっていきたいんですけれども、さあ来るぞ、カモン。お、来た。おお、おっと、目の前にメサがありますね。はい、そしてですね、この画面左下の鬼ハートマークね、ハードコアモードだけですね。メサが近くにあるってことはあれかな、廃校もあればいいんだけどな。ていうか砂漠みたいなところ。おお、嘘っしょ、え、村の目の前、村の目の前に初期スポーン、マジで、え、この村ちゃんと生きてるの。おお、いる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 、あ、アイアンゴーレムまでいる。いやー、やったー、かまどあるし。うおほほほ、鉄の剣、いきなり鉄の剣ゲットです。ありがとうございます。いや、これはめっちゃラッキー、やったね。この俵もありますんで、これは食べ物にも困んない。いや、最高でしょ。猫ちゃんもいますね。あれ？これどうしたの？ウサギがやられたっぽいね。さあ、ベッドはありますね。お、こちらにもお宝がありがとうございますね。あなた何屋さん？お、師匠さんがいる、いきなり。あ、ごめんなさいね。子供の声がするね。あ、子供だ。子供いた。あー、ラッキー、これラッキー。クラフトテーブルもあらかじめありました。悪いね、ちょっとこれいただいていくよ。よし、じゃあちょっと私の寝床をね、寝床はこの上にしましょうかね。あ、ここ使わせてもらう。あなた誰？お、武器鍛冶屋さん。久しぶりすぎて変なマスクしてんな。これか。あ、これで OK。 あー、久しぶりのこのスキンでやりますね。いや、メサが近くにあって、おー、サトウキビもあるし、とりあえず、木がないからあそこまで行ってちょっと木を買ってこよう。いや、僕のマイクラ史上これ最高のスタートですね。今ちょっと気になったのが、あそこにほらなんかあんだよね。あれ、一応ハードコアモードってのはハードモードで、死ねないっていうモードですんで、あれ、これなんでこっち持っちゃうんだい？ん？あ、まさかのこれ壊れたネザーゲートかい？あ、そうだ。マジで。あー、これ金ブロックいっぱいありますね、きっとここに。やったね。となると期待しちゃうのがピラミッドなんだけど、ピラミッドはないのかな。とりあえず一回お家に帰って、あそこか。あ、違うじゃん、これ、これピラミッドだ。村だと思ってた。ピラミッド発見。村だと思ってた。え、ちょっと、え、逆に村がどこ？あれ、あれが村？あ、結構遠いとこまで来てたのね。了解。そこか、村は。あ、ここが村だ。これいただくか。これいただ、すいませんね。いただきますね。ここが寝床ということで。え、とりあえず。かまども最初からあるの超心強い。いやー、日が暮れようとしてますね。でも全く怖くありません。なんせベッドが最初からあるからね。よし、じゃあおやすみなさい。いい夢見てね。あと今キラキラしてたね、静塚さん。なんでキラキラしてんの？よし、じゃあピラミッド行ってこようか。よーし、じゃあいきなりピラミッド行っちゃうぜ。そう、中に誰もいないことを願うが、大丈夫だね。オッケーオッケー、よし、慎重に行きますよ。
一回死んだらおしまいですからね。本当に。ハードコアモードは一回死んだらおしまいなんで、真面目に慎重にいかないと。オッケー。オッケーでーす。おお、落下耐性のエンチャント本あった。あとエメラルドも入ってましたね。おお、うまい鎧。シルクタッチ。熱い。ここもハンテッド特攻。あ、金のリンゴもありましたね。エンチャントされた金のリンゴ。よし、じゃあ帰ろう帰ろう。やったぜー、ピラミッド攻略。ちょっとメサも見に行ってみますか。あそこに溶岩だまりがありますね。さあ、メサだけど廃校はとはつながってなさそうですね。僕前、一度きりの人生いつやったかな、メインチャンネルでやった時に廃校付きのメサでしたよね、あの時は。おーっと、おー、あれ、洞窟の中に生成されてるあの森みたいなやつだよね。見たことない、初めて見た。おーっと、金鉱石、金鉱石かなこれ。あ、でも今まだ枯れないですけどね。おっと待ってよ、この村の横にとんでもない穴があるけど、うわ結構深い穴がある。いや怖い、ここ村人さんが通れないようにしないといけないですね。これ来れちゃうよ、ここ危なっかしくてしょうがないな。あそこにちょっと石炭あるんだよな。ここも新しいバイオーム、これ、こんなの見たことないんだけど、怖っ。こっちから行くわ。一度きりの人生は通称チキクラと言われてまして、チキンマインクラフトですんで、なるべくね安全第一に行かないといけない。あー取れた取れた、あーよかった。ちょっと待って、一旦ここで作ろうか。そうね、これやると全然違うわ。明かりを入れとこう。はあ、怖い。いやー本当にハードコアモードってのはね、命のありがたみが分かりますからね。 OK、 これだけ作っときゃいいかな。少しだけここら辺に湧き潰しをしておこう。この村でもいいですね、ちゃんとこうほら湧き潰しがちょいちょいできてる。この辺ちょっと整地しますかね。この3段4段ぐらい無駄な気がするんで、いきなり整地しちゃいましょう。はい、それではですね、整地してる間にコメント選手権の良いコメントをですね発表していきたいなと思います。今日はですね、フォートナイトの動画では発表せずにこちらのマイクラで発表させていただければなと思います。昨日のお題はですね、宇宙人にメッセージを送れるならなんて送るということでございました。まずこちら YouTube にいただきましたひなさんですね。いつも面白い動画ありがとうございます。いつも見ています。宇宙人にメッセージするなら、宇宙人は UFO など技術が進んでいるので、ロシアとウクライナみたいに戦争、世界の戦争を止める機会を作ってくれとメッセージを送りますかね。だ、あー、戦争を止める機会ね、人の心を癒す機会かな。はい、続いてこちらも YouTube にいただきました、オリマオリマさんですね。まいちゃんね、最近も動画投稿お疲れ様です。エシン君がショットガンの弾がなくなった時に終わったと思いました。夜空のハートの空にはびっくりしました。宇宙人にメッセージを送るなら、君は何語が喋れるのかなと言いたいと思いました。うん。宇宙人はね、多分ね、テレパシーで話すんじゃないかなと思いますね。勝手な想像で言うとね。続いてこちらも YouTube にいただきました、太田派ADA さん。いつも見てます。エイシン君のピザ横取りが面白かったですね。びっくりしたね、あれね。宇宙人に送るとしたら、宇宙船に乗らせてほしいと言います。これからも頑張ってください。確かに宇宙船乗りたいね。で、他の銀河とか行ってみたいですね。はい、続いてこちら LINE にいただきました。レンさんですね。今日も投稿お疲れ様です。僕が宇宙人と話すなら、まず世界中の核兵器を宇宙の隅の隅まで送ってもらって、日本と仲良くなり、平和を目指していきたいです。なるほど、まあ爆弾系だね、核兵器問わず、まあ、武器を全部宇宙の隅まで送っちゃうと、まあ宇宙で爆発させるとどうなるのかね、ちょっと僕もよくわかんないんですけど。はい、続いてこちらも LINE ですね、リュウヤさんですね。最初のはドラゴンボールのセルと悟空が話すシーンですね。その通り、
あなただけでした。オマージュ的な寸劇をやったのを気づいたのは龍也さんだけです。正解です。宇宙人にメッセージを送れるなら宇宙の今の現状を知りたいです。宇宙は今どうなってるのかと。なるほどね。はい、最後にこちらも LINE でございますね。ラフトさんっていうのかな。今回の茶番がすごく面白かったです。ありがとうございます。私が宇宙人にメッセージを送るなら何を食べているかを聞きたいです。地球人はいろいろおいしいご飯を食べていますが宇宙人はわからないので気になりました、ということですね。確かに宇宙人、宇宙食何を食べているのか気になりますね。ちなみにですね、私が宇宙人にメッセージを送るなら多分地球人よりもですね技術的に優れていると思うので、どうやってねいろんな争い事から回避して長く繁栄を続けているのかっていうのを聞いてみたいですね。その辺の宇宙人のノウハウを聞いてみたいなと思いますね。ということでですね、今日のお題はですね、フォートナイトの動画と共通で10年後自分がどうなっていたら最高ですか、ということでたくさんのコメントお待ちしております。はい、ということで今日はこの辺りにしたいと思います。3段ぐらい整地したかな。いやー、それにしても一度きりの人生2022、いきなり初回からいいスタートでございました。次回はですね、家などを作っていきたいなと思いますけれども、メサが近くにあるんでね、なんかかっちょいい家を作りたいですね。それにもうかなりのね砂が集まっているので、砂を使ってですねこの街全体をガラスで覆っちゃおうかなと思います。それにね、あの鉱石が足んないし、何よりですねアメジストをね見つけてみたい。一回も見たことがないんでね。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったと思った方は、ぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。